ヤクルトのオープン戦打率、何かがおかしい。ヤクルトのオープン戦打率一覧はこちら。このおっさんいつ衰えんねん。3000本いける？青木は科学的に修正したらしいから多分ガチ。青木を WBC に呼べばよかった。今の代表メンバーには勝つが必要や。青木ってメジャー行った日本の野手で4番目くらいにすごいよな。結局スタメン青木っぽくてくさ。青木41歳でこれならほんまに48までやれるで。青木は第6次成長期来てる。ヤクファン絶賛の北村微妙やん。出塁率は3割1ブロクリーンあるからそこまで印象悪くない。浜田がええわ。捨てらなかったら余裕で2桁打てるで。なお、する模様。ここ数年毎回同じこと言ってないか。サンタナうち、塩見怪我で青木丸山浜田になる可能性もある。今日のヤクルト投手成績、何かおかしい。1試合中に奪三振。高梨7奪三振は草。ご視聴ありがとうございました。他の動画もぜひよろしくお願いします。